はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回もグランパスの話題について話していきたいと思います。今回はグランパスの補強について話していきます。このチャンネルはグランパスファミリードラゴンズファンの僕が皆さんと情報を共有するチャンネルです。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。では本編いきましょう。2021年12月23日大宮アルディージャのディフェンダー川面明成選手の獲得報道がありました。キム・ミンテ選手の鹿島移籍も報じられており、また今季ほとんど全ての試合に出場した吉田豊選手のバックアップも必要であり、ディフェンダーの補強は必要な現在、獲得できればいい補強になりそうです。ということで今回は川面選手について調べてみました。まずはプロフィールから。川面明成、1994年5月3日生まれ、現在27歳です。京都府出身、183cm、76kg、ポジションはディフェンダーです。利き足は左です。2016年明治大学在籍中に大宮の特別指定選手となり、2017年に正式に加入しています。2019年にはディフェンダーながら2得点を挙げています。今季はセンターバック、左サイドバックとして先発出場、怪我もあり19試合の出場にとどまっていますが、2アシストを決めています。では今までのプレーシーンを見ていきたいと思います。すぐにファーストタッチ取り返しました。変わったもう一度変わった中へのボール、黒川左足のシュート、川面クロスが入ってきた、勝負チーム渡部のクロス、川サイドフリー、ボレーシュート、中来た、川面が浮き球ですけど、もう南選手のこの中落ち着きですよね、はい、なんかこう、まあ、そのあたりの対応ですね、千葉の方はね、うん、うまくここニアでちょっとちょっと触ってんですね。藤田ですか。川面もこれコーナーキックで波動のシステム何個も行きません。川面が狙ってきた、川田周平のセーブ、ナイスセーブでした。セカンドボール、左足のシュート、お前のキック落ちてくるボール、ヘディング、川面。川面選手は左サイドバックのほか、センターバックやミッドフィルダーもできるユーティリティプレイヤーです。1対1の守備に定評があり、精度の高いロングパスはかなり武器になりそうな選手。今のグランパスでは森下選手に近いですかね。怪我もありここ2シーズンは出場試合が少ないのは気になりますが、グランパスでぜひ活躍してほしいですね。ということで今回は川面選手について話をしていきました。今後もグランパスの動画を投稿していきますので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。この動画が良ければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。